9900円。テンション上がりました。今数字言いました。数字言いました、はい、一番向こうと音がこの2台違います。へー。今村豊はやはりすごかった。シリーズ最終章も貴重な映像が盛りだくさん。さらにボートレースファンなら誰もが悩むモーターのルーレツにも踏み込んじゃいます。そして船券予想対決ではついに豪華プレゼントをゲット。最後まで見逃すところは一つもなし。ウイチの浜名湖鉄板塾スタート。これからモーターの組み立て室の方に入っていきたいと思います。はい、はい、では行きましょう。おお、たくさん並んでる。ずらりと、ずらりと完成したモーターが最後のチェックを受けているところです。わあ、すごい。一個一個すごいしっかり見られてますね。いや、それもちろん。あ、そうです。できて、はいじゃないんですね。なんかあったら大変ですもんね。この中にエースモーターが眠ってるわけですよね。確かに。もちろん。まだここじゃ分かんないんですか。分からないですね。分かんないですね。だって本来は個体差がないんですよね。合体させてあんなツルツルだったやつやつらが合わさって差が生まれるっていうのがまた不思議な。確かに、ね、本当に集合体ですもんね。レースの勝敗を左右するモーター性能、その違いはなぜ生まれてしまうのか、職人さんに聞いてみると、エースモーターと、まあ、ワーストモーターっていうのが出てきてしまうっていうのは、うん、はい、若干不明瞭なことでもあるってことですよね。そう言われると、まあ、同じものを作っていますんで。そうですよね、はい、そういうつもりはないですよね。そうですね、これよくしようみたいな感じはない。いい感じにしちゃうみたいな。じゃあウイジさん一つね、これノズルっていうもんなんですよ、はいはい、穴焦げてますよね。あ、ちょこんと開いてます。全部同じ位置にあるかって見てください。ええ、どういうことですか。そういうこと。ちょっとカメラさ、映して。ここにね、ちょこんって穴開いてるじゃないですか。全て同じかって見てる。全部同じか見ろって今言われた。フレーマーですよ。いや、でも違うでしょ。いやね、わかんない。もうごめんなさい、一緒だと思っちゃいますよ。その数ミリずれた。違います。違うんです。だからこのノズル変えたりするんですから。はぁ、花の位置を合わせて出荷時間、そう出荷時間合わせてますよね。昔ってフレーマーでしたよね。だからやっぱちょっとでもその、はい、差をね、個体差をなくすためにそこまで今気をつけてやってられるっていう。その組まれてる段階でこれいいんじゃないかなみたいなものって見えてきたりするの。ちょっとわからないな。わかんないですよね。新モーター使い始めたばっかりの時に、はい、例えば5着6着とか後ろの方ちょっと走っちゃって水をもらう機会が多かったりすると、やっぱり機械物って水にはあまり良くないので。なるほど。そういったものも、それはありますよね。後々には響いてくるというのもあるかもしれませんね。そんなモーターは組み上げた後回転数もチェック、実際にエンジンをかけ定められた基準に達しているか確認しているんです。もわっとしてる。うわー、もわっとしてる。すごい。うん、なんか湿度高いですね。何これ。あ、これ水なんだ。これ水槽ですね。ここはもう水槽になってまして、水深が約4m。こんな深いんですか。はい、周りのモーターの水流の影響を受けないように、まあ、深く。あの、実はですね、今回3基モーターをご用意いただきました。選手目線で何か違いを感じるのか今村さんに見てもらおうと思います。これをですか。はい、モーターの音だけで。うん、なるほど。結構あの記者さんでも展示でモーターの音で判断するっていう方もいらっしゃるんです。あ、全然いいだけです。今から3機聞いてもらって答えてもらおうっていうのの言い訳を今してる。そうです。もう言い訳に入ってます。初見ですね。そういうことですね。でも今村さんってここで、あ、これが一番いいよって言ってもらえたら、はい、誰も確認できないって。そうなんですよ。それネタバラしちゃダメだよ。そうですね。とにかくやってもらいましょう。音が大きいので耳栓の着用をお願いします。どんどん聞こえなくなってきてる。うわ、すごい。調整的に回ってますので。いや、そこまでじゃねえ。喋ってないぞ。大丈夫ですか。全然。6900円。テンション上がりました。
今数字言いました。数字言いました、はい、6900。だいたい7000ぐらいだったんです、それよりは低いです。全速で乗ってる時よりは音低いです。本当ですか、はい、スローってだいたい800なんですよ。本当だ。だいたいこのぐらいです。進入してる時、進入の時だ。あのピットアウトする時の音って。握ってこれぐらいの音しかしてないし、だから大体その辺は分かります。すげですね。いや気持ちいい。すごいね。超気持ちいい。欲しいですね、最後ね。いいか悪いかで、冬の原付みたいですね。確かに、はい、なんで朝から行かなきゃいけない仕事ですか。そんな時間ないよ。なんだよ本当に。たまに跳ね返るじゃん、常に当たるからね。ずっとやるやつ、そうそう。低いんだ。音は違うんですよ、向こうと。ちなみにこれ中古モーターです。新品じゃないです。中古です。え、罠を仕込んだってことですか。そういうわけではないです。すごい。違うことによっていいか悪いかまだ分かんないですもんね。それは分かんないです。やっぱどっちもやったら分かんないと思います。だから、まあ、大体7000前後なんですよ、マックスが。で、7100だったら、7000だったらって比べた時に7100が良さそうに感じるでしょ。でも走ったら7000回転のが走るってあるんですよ。分からない。ここでういちさんも音の違いを聞き比べてみることに。一番向こうと音がこの2台違います。ういちさんがなんかあんま目つむって聞いてたらほとんど分かんなかった。まあでも音が好きなのは一番上がってないやつが好きですね。そうなんですね。じゃあ多分あれエースモーター。このうなり方やっぱりあんま嫌ですよね。なるほどです、ね。やっぱあっちの方がなんかしっかりした音がするような気がする。面白い。さすがでございました。さすがすぎて。だから逆に3000で止めてくださいって言ったのが難しいかもしれない。馴染みのない音。そう、こちらが、完成品のボートの置き場となっております。この後登録検査を受けて合格となります。はい、1個ずつ検査するんですか。はい、1隻ずつ検査します。はい、今回は大和発動機に潜入させていただきましたが、ういちさんいかがでした。何よりびっくりしたのは、はい、今村さんのそのクレーマー張りのこだわり、やっぱ細かいところのこだわりと、もっとここをこうした方がいいというのを、多分あの配信されてないところでもたくさん石井さんにね言ってた。一応あのこれよく言うとアドバイスされてましたよね。そうですね。確かに私も現役の時からクレーマーじゃないですけど、もっとこう良くすればいいのにとかね、いろいろ思ってましたけど、いやすごく真剣にやっぱいいものを作ろうというね努力されてるっていうことを本当に思いました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。
ートレース浜名湖で開催されているレースを予想していきます。さあ、はい、改めてですね、いよいよ明日から開催される G2 モーターボート大賞での予想会生配信をこの鉄板塾で行います。いよいよ明日からです。皆さんぜひ予想のお供にしてくださいね。さあ、ここからは宇一軍、今村軍に分かれ、生配信で行う回収率バトルの前哨戦といきましょう。宇一軍が勝てば鉄板塾電話投票キャンペーンに豪華プレゼントを追加、プロペラやステッカーなどなど、今村さんがヤマト発動機でゲットしたここでしか手に入らない激レアグッズです。今回の前哨戦、私たちことごとく負けちゃってるので、うん、なんかちゃんともらえてないっていう、出せないんです当たらねえから、はい、当ててくれないんで、おめえらが当ててからと、いつ出そうかいつ出そうか思ってるんだけど、でも出してほしい。これプロペラです。うわー、はい、でこれ5枚用意してるんです。この5枚のうち1枚は、実を言いますと先ほどカンカン叩いたでしょ、今村さんが叩いた、私が叩いたプロペラも入ってます。最高、欲しい。今村さん、じゃあ1個だけお願い聞いてもらっていいですか。はい、ここに6543000って書いてください。654、それで当たったらどうするんですか。そうですね、ウイチさん、正々堂々と勝ちましょう。まずはスタート展示から。よん。あらだった。あだ。うん。あ、大丈夫か。そうですね。ただいまから第10レース予選特賞のスタート展示を行います。大丈夫ですね。なんか654、誰が走るか知らない時に言っちゃったけど、6頭が見えないこともないね。三浦、前半4着。10レースのスタート戦時、進入内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。はい、嫌な展示だ。ということで日韓直前予想もう出ちゃってますね。まあ1号でも池田選手が逃げるっていう目ですね。でそれで346の2が残ってると、選手コメントですね。まあ池田選手見ていきましょう。前日のコメント、悪くないけどいい人と比べたら差がありますよ。記者の目付けも、特訓1本目はスリット立ち遅れも、2本目の雰囲気はまずまずと。で稲田選手見ていきましょう。なんとかレースできる程度で全体に良くないと。記者の目、レースに力強さを書き、上積みが欲しいという感じになってます。はい、まあ、池田選手色全部ついてますね。で原田選手もマリア氏と直線で出てると。毎度恒例、池谷さんの最新おすすめモーター情報も聞いときますか。一応、いや、いいです。一応岸さんまでいじるようになってきちゃったやべやべ、まあ、でも何ですか。違う一応言わせていただこうと思いますけど、ね、うん、まあ、でもなんとなくもうモーターも下ろして半年ぐらい、そろそろ経つということで、なんとなく順位的にももうついてきたかなと。やっぱり20号機と38号機、ここ2つはやっぱりいいかなと。で全体的に見てみると、やっぱなんか他所でもよくあるとんでもなく伸びるみたいな感じのやつはあんまり見受けられてないというか、うん、今のところあんまり出てない。現在ボートレース浜名湖公式ホームページでは G2 モーターボート大賞に向け特設サイトを公開中。出場選手の紹介やプレミアムキャンペーンなどスペシャルコンテンツも盛りだくさん。ぜひチェックしてみてください。今年で70周年を迎えるボートレース浜名湖、記念特設サイトがオープンしたほか、70年の歴史をたどる動画も公開中。今後も様々なコンテンツを用意していますので、お楽しみに。現在ボートレース浜名湖オリジナルラインスタンプを好評発売中。また第2弾として静岡支部選手のラインスタンプも発売が開始されました。皆様ぜひご注目ください。それでは皆さんの買い目を見ていきましょう。ウイチさんの期待に応える6号に6号、ありがとうございます。慈悲深いお方だ。
146のボックス最初行ったんですけれども136に変えました。なるほど。136ボックスも気になった。であとはもうやっぱり原田選手もやっぱりあるよなと思ったんで、あるんだ、あの346、346で1からのですね。うーん、どうしよう、当てたい。8000くらい。宇治さんは全然ないです。いや一応3000円とは決まってますけど、あの今村さんも OK 出てたんで借金でいい。いやもう次ないですから。いつか返す。それはダメです。ダメなの。しんどい。じゃあもうこれですよ。ウイチガイ1、ニサシの56、2の2着久保原くんはまだ厳しいかなと思ったんですけど、三浦選手3号艇もそこまで成績残してるわけではなく、さらに言えばじゃあ展開ついて原田さんかっつったら、その原田さんがまた良くなさそうに見えると、この辺が内側で誰かね、かあの2着に入ってくれれば56の3等は全然見えますから、こんなに13でしょって感じでもなかったので、余裕なんで買い足していいですか。ちょっと134のボックスまで行かせてください。まずい、まずいね、まずいよ。お金あるから。はい、お金ある人はやっぱ強いんだよな。僕はこの三浦さんは行くでしょう。あの過去の成績が悪くなかったんで、なんならまくり出してもらいたいな、期待したいです。あと いいとこ行ってますよ。本当ですか。本当はさっきの13を僕はちょっと3頭か、いや行けたなとか思ってちょっと反省してるのと、ちょっと200ちょっとポイントが待ってたんで、あの行きそうな数字を6頭で。勢いと余裕のある今村軍はしっかり広めの予想。後がない内軍、泣いても笑ってもこれが最後の予想。豪華プレゼントゲットなるか。逆に原田選手ピット離れ悪いっすよね。悪いですね。よくないっすよね。絶対悪いですねこれは。はい、悪いっすよ。ギリ持たせましたけど、決して良くはないっす。良くないっす。風止んでる。本当だ。本当だ。嵐の前の静けさじゃない風が。1飛んだら向こう完敗ですからね。インから。3がいった。いいよ、いいよ。ちょっとでも行き過ぎてる気がするんだよな、これ。ダメだ、これダメだ、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 ダメよ。当たりました。もう僕は大丈夫でしょう。136。しかも一番136いいとこ。一番人気ですか。6号艇稲田を3号艇三浦洋次郎が2点かわすります。2番手は3号艇三浦、頂点は外枠3者による3番手争い、真ん中6号艇稲田、外から5号艇吉野が内から4号艇稲田、もういいとこいます。もういいですね。いい、させるか。いけーす。あ、浮いちゃった。あ、握るんだ。深い。5号艇吉野が握る。刺す4号艇原田は4番手。136って一番人気。全員当たりでしょ。いや、俺だが外します。俺も一発逆転狙ったんで。笑っちゃいけないけど。そう。もうしょうがない。久保原君と、もうしょうがないです。潔がいい。みんなし無理かも。136だ。あ、そんな低いんだ。ガミったかな、これ。僕でも136だけ、ちょっとやってますね。おすごいじゃん。ここは深み入ってる。人気だったからやったんだ。3号艇三浦、3番手6号艇稲田、上位の体型は1番、3番、6番。3連単136は人気サイドで 7.5 倍となっています。一層入魂の一戦に来ました。1号艇稲田雄一、出生に勝ちました。2番手は3号艇三浦裕次郎、3番手6号艇稲田浩二、勝ち取っての1番、3番、6番。1着で1番の池田雄一がゴールイン、2着3番三浦、3着6番稲田ゴールイン、後方5番吉川、4番原田、ラスト2番小原がゴールインです。僕以外皆さん的中。おだす。回収率ウイチ君
57.3%、うん、今村君 86.7% で今村君の勝利。はい、ありがとうございます。我々2人も最後頑張ったので、はい、プレゼントしないといけないですよね。なんとかなんとかお願いできないでしょうか。わかりました。これプロペラで、ね、ありがとうございます。プロペラとこのキーホルダープレゼントさせていただきたいと思います。ね、はい、本番で勝てばいいんだよ。間違いない。まあ、それはそうです。練習なんでね、ここはもうまだ今村さんは我々が手抜いたことは気づいてないから。そうですね。確かにそうですよね。本番ちょっとここで油断させておいて、私も6号に手抜いたんですけどね。確かにめちゃめちゃ優しそう。これありがとうございますって言いましたけど、はい、よく見たら100円しか入ってなかったせめて1000円ぐらい入れておいてくださいということで、明日から生配信始まりますけど、どうですか意気込みは。まあ、今のところあのモチベーションは極限まで下がってますね。いや、なんかね、もう序盤でつまずいたのさ、今回も単純に僕のメンタルの弱さなんで。もうガチ反省。ウチさん下ろす方がいいんじゃないですか。じゃあもう今村豊かの鉄板塾。今村豊かの鉄板塾。じゃあ明日から休みます。いやいや、ダメダメ、やっぱり来てください。すいません、ありがとうございます。今村さんもいないんだから、よくわかんないことになる。ということで、明日からのウイチの浜名湖鉄板塾生配信お楽しみください。はい、お楽しみに。お楽しみに。お楽しみに。ありがとうございます。今村さんの温情で鉄板塾電話投票キャンペーンにご覧のプレゼントも追加決定。浜名湖70周年記念ボートのデビュー戦、観戦ツアーなど他にも豪華なプレゼントが。7月25日からの G2 モーターボート大賞開催中、電話投票で船券を500円以上購入した方が対象となります。応募に必要なキーワードはこちら。詳しくは概要欄をチェック。たくさんのご参加お待ちしています。また G2 モーターボート大賞期間中、電話投票で5000円以上ご購入の方にボーナスキャッシュバックや浜名湖特産品が当たるプレミアムキャンペーンも実施中です。ボートレース浜名湖で実施するレースの累計購買金額上位の方を宿泊付き観戦招待ツアーにご招待。ゲストには我らが今村豊さんも参加予定。宿泊先での会食やレース観戦時のセミナーを今村さんと一緒に楽しむことができますよ。皆さんのエントリーは9月30日まで。お待ちしています。